平和です。Thank you.
今日1日かけてね、この縁側ですよね、縁側だった部分の解体が終わって、この謎の石室の正体なんですけど、まあ十中八九これ昔の汲み取り式のね、川屋だったと思うんですけど、でね、なんか布ぎそが不思議な、コンクリートの布ぎそが打たれてて、ここをこうあってこうあってこうあってこうあるんですよね。これこっち側はね布ぎそじゃないんですよね。なんでって考えた時に、しかもここがもうちょっと掃除したら叩き、かなり古いね叩きが出てきて、こっちとは高さが明らかに違うんですよ。でまあこっちはもうデコボコで明らかにもう床下だなって感じなんですけど、ここは一段上がって、まあ、ある程度綺麗に水平に平らにされたね、土の土間のような感覚ですね。でこういう風にね、柱の足元もちょっと化粧が施されてて、多分人の出入りがあったんじゃないかなと思うんです。で多分ここ今この掃き出しの窓だったんですけど、ここがね多分外からの入り口で川屋に行ってた、そんな名残じゃないかなと思います。あれもちょっとなんかこのね色が違うんですけど、ここのコンクリートとこっちと、いや多分ここからもその玄関通らずにお手洗いに行けたとこなんじゃないかなと考えております。で理想としてはもうあそこを埋め戻すか、あれを洗浄して、床下エアコンのね、室内機を入れるとこにしようかなと思ったんですけど、ちょっとね布びその高さが意外に高くて、どうしようかなとまだ悩んでいる段階でございます。はあね、ここのまあ、廊下だった縁側だった部分はね、もう作業台という風にして、こういう風にまた再構築ちょっとしてね、しばらく作業台として使いたいと思います。もう本当にほぼほぼスケルトンかな。いやまだこの上の土壁落とそうかなという計画してるんで、まだまだですね。ここにも階段をねつけないといけないんですけど、ちょっとまだまだです。いや今日雨降ってて寒かったんですけどね、薪ストーブずっと抱いててなんとか乗り越えれました。今日かなり温度上がってて、ずっと200度250度ぐらいで運行ですね。で今煙突の温度はぐっと排気下がって70度ぐらいになってます。でも躯体はね今200度ぐらいあるんで、かなり輻射熱ぬくいですね。いやー頑張ってくれそうです。今年よろしくね。でも真っ白なんでちょっと服だけ着替えて今から花園に行きます。お疲れ様でした。エジソンっぽいのが可愛いですね、これ。可愛い。汚い。疲れました。
この八重組のね、補修に取り掛かってきたんですけど、これすごい立派なね、丸太張りがあったんですけど、もう一番水が当たるとどこで、しかもこれはシロアリですかね、もう完全にミルフィーユ状になってグツグツに朽ちてます、こういうちょっとねミルフィーユ状に朽ちてるところはもうどうしようもないんで、ここにまたね、木工ボンドとかをぶち込んで、再びこう固まらせるっていう方法もあるんですけど、ちょっとここまでね、触ってボロボロに崩れるまでになっちゃうと、もうこれは手遅れで、手の施しようがないので、これとかね、すごいでしょ、これ。ほら。多分、雨漏りしてて、このタルキのね、この釘からね、内部に水がずっと入って、木の内側に水が入るのはやっぱ良くないんですよね。こういう風に内部から、朽ちてしまった柔らかくなった部分にシロアリちゃんが入り込んで、柔らかい夏のね年輪の部分をこう食べていって、こういうミルフィーユになるっていうことですね。すごいですね。ただ芯まではねなかなか行ってないみたいでね、根幹部はまだしっかり硬いままです。いやでも木ってすごいですね、これ。100年前ですよ、100年前。100年前でもちゃんと木として存在してる。すごいな。これが鉄とか樹脂だとね、もう多分ボロボロに崩れ去って原型も留めてないと思う。やっぱ木はすごい。こんな風になってもね、なんとか役割を果たそうとしているところが、やっぱりこう、木の生命力を感じますね。とりあえずね、このラインを、のじ板を全部、カットしていきます。この、たるきの上でね。手強いな、ここも。土壁の材料をですね、こういう風に練ったものを、あるところに使っていきます。よいしょ、土壁の材料って言ってもね、この地面が全部、土壁を解体した、土壁の元なんで、水混ぜるだけですぐに土壁が完成します。これをね、あそこ、ここです、ここ丸太張りのね、腐って穴が開いてるところに埋めていきます。
土、うん、壁の土。土と別セメント？セメントじゃなくて土。これは土壁の土。セメントみたいに硬くなる。何で聞いてる？土壁なの？うん。うん、こんな感じでね、よいしょ、土壁塗りも終わりました。こんな感じです。ああね、とりあえずもうこれ以上水が入らないように蓋ですね。でこの後に防水セメントぐらい でさらに強固にしてあげようかなとも考えてますけど、とりあえず一時的な補修はこれで完了です。あとまだね、何箇所か細い針で腐ってる部分があるんで、うん、そういった部分もね補強していこうと思います。さあ、今4時、しかも3時30分を回ったところですね。今日の作業これで終わりたいと思います。で、まあ、今日はね、この丸太の立派な針のね、腐ってた部分に、まあ、土壁の土ですよねをしっかり詰めて、まあ、中身をこう充填してあげたっていう感じですね。うん、まあね、これでどれぐらいのこう持つかわかんないんですけど、やっぱりあの空洞で置いておくよりかは何か詰め物をねしておいてあげた方が絶対いいと思うんで、しっかり詰めてあげてます。でこれね、土壁の土だけじゃね調湿性能が良すぎて、雨ざらしになるとね当然土なので溶けて流れ出していったりとかするので、この上にはセメントか何かで、よいしょ、補強を、補強というかね、防湿対策しようと思ってます。で、ここのね、一番端っこのね、よいしょ、軒の部分ですよね、確か。軒っていうのかな、こっち側。こっち側の軒っていうのとは違うかもしれないんですけど、最も傷んでた外側の部分。ハーフ板のあたりとかもね、傷んでる部分は全部撤去して、で、補強の準備に、入ったんですけど、まあ、このあたりですよね。こことか、あとそこ、そのもやって言うんですけど、もや針がね、2箇所、痛みが激しいんで、こっちももう空洞になっちゃってるんですよね。なので、この2本を、まあ、補修して、この上はね、ちょっともう、瓦、もう枚数が足りないんです。なんでかっていうと、この端っこのね、何瓦って、袖瓦っていうのかな。あれ、何枚こう落ちても割れて、同じものがないので、で、ここはね、軽量化の目的としても、ここ、ポリカで、簡易的に、屋根材として、うん、しようかなと思います。で、ゆくゆくね、こっちの本瓦の吹き替えないし、大規模な修繕が必要だと思うんで、その時に一緒にしようかなと思います。本当本瓦がいいんですけどね。なかなかね、この本瓦の据え付けも、ちょっとなかなか技術がいるので、よいしょ、寒くなる前にここの屋根直して、床を作って、この開口にアクリルを入れて埋めるという、そこまでなんとか持っていきたいものです。あんな感じで、ね、2列分が穴開いたって感じですね。よいしょ、こう見ると分かりやすいかな。こんな感じになってますね。はい。まあ、引き続き事故のないように、まあ、少しずつですけど、ゆっくりやっていきたいと思います。今日もいいお天気です。これから花園の方にね、向かうんで少し早めに切り上げていきたいと思います。いい天気。